三輪の重義は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。愛知県出身。三輪のモジューローの三男として生まれた。愛知一中を経て、1911年7月、海軍兵学校を卒業し、1912年12月、海軍将尉に任官。海軍水雷学校高等科を卒業し、第11潜水艇大艇長。 第八潜水艇,艇長、第一潜水船隊参謀、海軍潜水学校教官などを経て、九百二十四年十一月、海軍大学校を卒業した。二十六潜水艦長、第一潜水船隊参謀、第二潜水船隊参謀、潜水学校教官、軍令部第一班参謀、練習艦隊参謀、第三十潜水隊司令、艦政本部員、絹艦長。 マコー洋光部参謀長などを歴任し、1938年11月、海軍少将に進級。佐世保防備戦隊司令官を経て、太平洋戦争を第三潜水戦隊司令官として迎えた。関政本部出資を経て、1942年11月、海軍中将となった。関政本部第七部長、海軍潜水艦部長を歴任し、 1944年7月、第6艦隊司令長官となり、潜水艦船を指揮した。1945年1月23日、クレを出港する両50を、第6艦隊首脳部と共に見送っている。5月、軍令部出資となり、終戦を迎え、同年9月、予備役となった。ありがとうございます。